その格好に変顔、極めてるな。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、じゃあ QR コードを読み取る。レイちゃん、なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る。嫌なこともすぐに顔に出る。絶対愛され系な感じよね、これは。わかりやすい子っていいと思うよ。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。お、ハートがある。お、あやちゃんやないか。入るよ、入るよ。相手は誰だい？おはようです。おはようです。どうやら、ゆうやが、みーのことも好きみたいなんです。なるほど。みー？自分の呼び方みーなんや。いいと思うよ、いいと思うよ。お似合いだね。本当ですか？なんか気になってきました。お、気になっちゃえ、気になっちゃえ。レベルアップ。はい、ということで、道具。何がいいかな？なんか、本とかいっぱいある場所におるけん。本好きなんかな。まあ、こんないっぱいある中、一冊プレゼントされたからなんだって感じかもしれんけど。これ全部読んどんかな。ああ、それはよくある。これは後からでいいかなって思ったら、なんか気づいたらね。そんなことを考えていたことすら覚えてないっていう。とりあえず、何かしら食べとるみたいやけど、おやつとして、プレッツェルを。なんか、食べ方ゆっくりやね。食べ方にも差があるのか。結構美味しかったようです。よかったよかった。なんか、ハムって感じやった。みんな結構サク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 って食べることない？お、喫茶店出かけていったよ。ほい、それじゃあ今回新しく来た、レイちゃん。入るよ。レイちゃんです。究極の癒し系女子って言われます。いいね、究極の癒し系女子。そこにおるだけでって感じか。写真を撮ると、違って私だけ目をつぶっています。ああ、そういうことってあるよね。てかなんか実物すごい可愛いのにさ、写真写り悪い子とかって、まあおるやんか。あれってなんか謎よね。どういう仕組みになっとんやろ。ほい、それじゃあ、豪華だな、タイの池作り。これ前に誰かが作ってくれたやつよね。いただきます。歓迎するよ。うちのマンションに。どうすか？すごく美味しかった。だよね、やっぱりね。私も食べたいもん、それ。お刺身、お寿司大好きだから食べたいもん。ほい、それじゃあ、ゆうなちゃん入るよ。どうもどうも。素朴な格好をしているのにめちゃめちゃキラキラした場所に。おはようです。何でもいいから食べたいです。お、お腹すいた？それじゃあ、ほい、ミートボール。いただきます。いいね、ミートボールの山。どう？すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。よし、ということで、携帯電話でも。ねえ、お祭りとか行ってはぐれたりしたら嫌やしね。おー、マジか。てか、旅に出とったんやね、ゆうなちゃん。そういうのすごいいいと思う。お、それがもしや。え、めんどくさい？それが要は、旅先の人かな？今連絡取り寄るのが。なんか二人ともすげえ楽しそうなんだけど。ほい、それじゃあ、あいかちゃん入るよ。どうもどうも。何してるの？あゆかのそっくりさん、何週間ぶりですね。お久しぶりです。新しい服が欲しいです。おー、新しい服。何がいいかな。この辺、女の子のブレザーとかに着替えたら多分、だいぶ印象変わると思う。だいぶね。どうすか？おー、いいやん、いいやん。結構気に入ったようです。なんかこういう可愛い制服ってさ、私の中ではドラマの中の世界なんやけど。ダメだよ、返さないと。って言っても私もなんか小学生ぐらいの時に学校から借りた本を返せてないってなったことあるけど。ね、焦るよね、ああいうの。ほい、ポテトで戻すか。どうぞどうぞ。やっぱあれかな、東京の方とかってこういう可愛い制服普通に多いもんなんかな。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。なんか昔から思いよんやけど、女の子向けの雑誌とかでさ、制服のアレンジの方法みたいな、こうやって可愛く着こなせみたいなあるけど、新しい友達が欲しい。待ってね。ねえ、なんか可愛い着こなし方みたいなアレンジ方法とか載せられてもさ、いや、高速でアレンジできませんけどみたいなことしか思ったことなかったんよね。ここちゃん、ここちゃん。怒ってるのはわかるけどさ、すごいガサツになってるよ、大丈夫？どうしたの？誰と喧嘩したの？ハットくんか。落ち着いて落ち着いて。甘いものでも食べたらきっと落ち着くさ。ね。じゃあソフトクリームで戻すか。ほい。このソフトクリームはバニラかな。私アイスでバニラって食べんのよね。まあまあ美味しかったようです。まあまあか。じゃあハットくんの方行ってみる？なんかバニラってさ、結構まあありきたりな感じやんか。昔はよく食べたんやけどね。やっぱ最近は、ないかなって感じ。ハットくん。ハットくんお呼び出しするよ。来て来て。ココちゃんがお怒りだから。めっちゃ焦っとるね。聞いたよ。理由は知らないけれど。落ち着いて落ち着いて。じゃあ、このイライラも沈めてください。ほら、美味しいものを食べれば。何がいいかな？さくらんぼ。どうぞ。さくらんぼなんか一時期めっちゃ食べよったんやけどさ、最近食べてないな。食べたい。お、すごく美味しかった。ということは機嫌が治るね。よし。ほら、ビーフシチューとかコーンスープを抜いてさくらんぼ1位やけんね。あえて手あげるの見えよんかな。みんな後ろ向いとるけど。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。スッと。もうさっきまであんなに機嫌悪かったのにめっちゃ嬉しそうやん。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。お、レベルまで上がったね。ということで、どうしよっかな。じゃあほら、お勉強セットでも。どうぞどうぞ。人生ずっと勉強は必要よ。まあ、私がしてないけどね。実用品、スライドパズルをもらいました。おー、スライドパズル。マジで？こっちの方が感謝したいぐらいやけどね。ふふ。うん。まあさっきデザートを食べたから大丈夫だろう。へえ。ハットくん今めっちゃだらけてたでしょ。私が見るまでだらけてたね。ダメだよほら。ゆかちゃんがめっちゃ真剣に勉強してるんだから。ちゃんとハットくんも勉強しないと。はい、それじゃあねむちゃん入るよ。やっほー、元気ねむちゃん。お久しぶりです。お久しぶり。寂しかったです。お風呂に入りたいです。お風呂いいよいいよ、入る。お風呂セット。はい、どうぞ。それじゃあ、一風呂浴びてきます。うん、さっぱりしておいで。ちっちゃい子はあれだな、お風呂に入った時に顔が見えないよね。ほら、目が片方ずつチラッチラッと見えるだけ。うん、よかったよかった。気分もさっぱりした?いい刺激になるよね。じゃあちょっとお風呂上がりに、牛乳があればいいんやけどね。オレンジジュースでいい?はい。どうぞどうぞ。あとお風呂上がりにフルーツ牛乳もよく聞くけど。フルーツ牛乳って要はフルーツオレやろ?私は常にイチゴオレだけどね。イチゴオレ大好きやけん。てか、基本的になんとかオレって好きなんやけど。今ね、サークル系だけじゃないかもしれんけど、台湾産入るよ。スイカオレっていうジュースがあるんよ。飲んだことないんやけどめっちゃ気になるんよね。オレ好きとしては。おはようです。実は、すごく大事なものをなくしてしまいました。おお、なになに?協力するよ、もちろん。ありがとうございます。では、見つけたら知らせてくださいね。うんうん。きっと心優しい人が拾ってくれているはずだから。頑張らずに、のんびり楽しく暮らしていきたいです。まあ、頑張ることは必要なんだけど、頑張った上でのんびりできる時間があったらいいよね。ほい、それじゃあ、ご飯をどうぞ。いただきます。どう?ご飯だけ渡されてもあれかもしれんけど。マジか。ほら、好物1位のイクラを上にかけたらきっと美味しいよ。ね。でも私、白米だけでもさ、なんか炊き立ちとかやったらめっちゃなんか、とりあえず一口食べたくなるよね。はい。愛知に入るよ。なんか個性的すぎるな、格好が。ごめんね、私がさせてんだけど。グッモーニン。お、その格好に変顔、極めてるな。見るよ。おー、いいね、いいね。いいと思うよ、面白い。いいね、サービス精神旺盛だね。お、なになに?実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。やっぱりお風呂に入るときはそれ取るよね。ブロッコリー。好きなものは後からの方がいい。一番初めに食べたらなんかもう楽しみなくなるやん。はい。コーラをどうぞ。どうぞどうぞ。私炭酸は、微炭酸のマッチとかが美味しいかな。うんうん。コーラとかね、オロナミン C とかはね、ちょっと炭酸がきつくって。お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。なんか高校生ぐらいの時、マッチばっかり飲みよったな。基本的に男子が飲むことが多かったんやけど。はい、サクチン入るよ。すごいきっちり座っとったね。こっちの世界の天気、晴れだよ、晴れ。いいお天気。落ち込んだ時に使う言葉。でも究極に落ち込んだら言葉とか出んけどね。ズーン。沈んでる感じ。まあ、絶対リアルで言わんけどね。いいよ。だって効果音やん。お、レベルアップ。ということで、道具。化粧品とか。みんな結構化粧した後、顔違うんかな、みー。化粧品セットをプレゼントしました。一度ハマると飽きるまで延々とやり続けるタイプです。それね。ほどほどにできたら、それが一番いいような気がするんやけど。なんか飽きるまでやってしまうんよね。しかも飽きるまで徹底的にやるけん。結構、1日2日とかで嫌になったりする。お、早速メイクを。これさ、アイシャドウの色とか違ったりするんかな?こう、もう徹底的にしよるね。爪に色がついたかどうかはちょっといまいちよくわからんけど。まあ楽しそうで何より。でもってこの化粧した顔は、どのタイミングで元に戻るんやろうね。なんかみんな気づいたら別に化粧も何も塗りたくりすぎじゃねほい、それじゃあモカタン入るよ。あ、ごめんごめん。しゃっくりしてた？みんなしゃっくりしてる時だけびっくりするよね。よかったよかった。別に普段普通なくせにって言っちゃった。お、いいやんいいやん。紹介するよ。どんな話？まあ、世間話ぐらいかな。いってらっしゃい。今世間話って、やっぱ何？オリンピック系？私スポーツよくわからんけんあれないけどさ。でもスポーツよくわからんくっても、やっぱりなんか見よったら、ね、一生懸命しよるの見たら、感動はするよね。ルールもわからないくせに。お、お友達になった。うまくいきました。よかったよかった。おかげで友達になれました。いえいえ。お、レベルも上がったよ。ほい、それじゃあ、歌とかどうすか？一応アイドル持ってんだね。アイドル持ってるっておかしいけど。じゃあ、何に挑戦する？でも、モカタン見た目的にアイドルって感じないよね。ちょっと意外な感じ狙っていく？演歌3人でやったらどんな感じなんかちょっと見てみたいんよね。2人の時めっちゃいい感じやったやんか。やっぱりこの人数がちょうどいいなみたいなのはあるんかな。なになに？お、実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。スポーツは割と何でも得意です。マジか。私がさっきスポーツ全然わからんって言ったとこやのに。スポーツは割と何でも得意じゃないです、私。とりあえずね、野球を9人でやるものっていうことは分かったよ。新しい友達できたとこじゃないか。ほい、それじゃあ音楽堂に行って、さあ、歌を。グループで。2人でどうぞ。あれかな？男女でやった方が良かったかな？演歌2人って斬新ね。あれやっぱりさ、前にやらんかったっけ？気のせいか。他の人のを見たんかな？結構ツイッターでね、こういう歌作りましたって送ってくれる人とかもおるけんさ。すごいなって思う。いいねいいね。一人が歌いよるときにもう一人がなんかこう演技っぽいことしてよるのがいいよね。私この演歌結構好きやわ。いいねいいね。それじゃあみんな募金を募ります。みんなお願いね。じゃんじゃん入れてってじゃんじゃん。今日は 26,720 円集まりました。ほい、オッケー。ありがとう。そして、2ニュース見てこう。ほいほい、お願いします。マトリョーシカの化石、どんなんだ？マトリョーシカって不気味じゃね？ねえ、思うんやけど、いや、ここ最近作られたやつとかは可愛い感じの多いと思うんやけど、昔のとか、なんか夢に出てきそうよね。貴奇跡って呼んでも、まあ、化石が出てきた時点で奇跡な感じやけどね。ありがとう。そして朝市を。お、またイクラじゃないか。買い足しとく。お、気になってる気になってる。おー、買うよ。じゃあとりあえず今回5つぐらい買っとくね。いいなぁ、イクラお買い得だなぁ。私も大好きやけん買いたいわ。ほい、じゃあ喫茶店。え、なっち寝てるのかな。外から丸見えですけど。これ奥にお店の人が、あ、ごめん、近づいたら分かった？奥にお店の人とかも別におらんのやね。ほい、それじゃあ公園は？あらまあ、レン君。めっちゃすやーって感じで寝よるけど。気持ちよさげやね。あ、でも気持ちよさげって言ってもあれか。この季節、外暑いよ。ムシってしとるよ。ほい、そして浜辺。おお、めっちゃ走りよる、走りよる。この走ってる人たちは一体、何？運動ってことかな。そしてこう、だんだんとカメラが寄っていく。いいね、なんか、イメージビデオを作成しよるみたいな。ほい、それじゃあマンション戻ろう。さっきお友達のマークが出とったね。あれどこだ？ほらほら。はい、ゆかちゃん入るよ。超ゴロゴロしよる。床をあんな勢いでゴロゴロ転がったことないよね。何？ありがとう。今の私に賛成してくれたの？おー、旅行いいね、いいね。ぜひぜひ行ってらっしゃいまし。はい、旅行券。え、いいんですか？いいよ、いいよ。遠慮せずに行ってらっしゃいよ。ゆかと黒影の旅行 in 京都。黒影さんは仮面をつけたままなのね。鴨川。ほっ。鴨川ってなんかさ、ちょっと前に鴨川ホルモンみたいな映画なかった？はい、チーズ。どんな内容なんか全然わからんねえけどね。八坂神社でーす。はい、チーズ。はい、チーズ。やべえ、黒影さん全部目つぶっとる。ダメだ、ダメだ。写真のタイミング難しい。どういうタイミングで写せばいいんやろ。とりあえずゆかちゃん全部完璧やったのにね。あ、楽しかった。よかったよかった。お、なになに？八つ橋とかやっぱり。お、お宝強風扇子をもらいました。強風ってなんか違うんかな？普通の扇子と。私昔なんかお香の匂いがする扇子とか持っとったよ。旅人がいつまでもこの島を忘れないよう、島の貝殻もプレゼントしようと思います。いいね、いいね。なんかちっちゃい頃とか、ツルツルした加工された貝殻をさ、買い寄ったりとかしよったけど、今思えばちょっともったいないな。貝殻とか拾えるじゃないか。ほい、それじゃあゆで卵とかどう？たまに食べたくなるよね。どうぞどうぞ。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。でもたまにね、時間とか、火の加減とか間違えたら、お湯の中でちょっと卵が破裂するときが。ねえ、恐ろしい。お、なんか3人並んどる。ちーたんくん入るよ。グッモーニング。お、お腹すいた？じゃあ、トウモロコシを。トウモロコシをかじろう。どうぞどうぞ。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。クションがもっと賑やかになったら素敵ですよね。ねえ、いいよね。なんか私ね、トウモロコシさ、こういう風に焼いて食べたりとかするのすごい好きなんやけど、なんかなんやろ、コーンスープとか全然好きじゃないんよね。甘いのが嫌ってことかな。ほい、それじゃあリカちゃん寝てる。リカちゃんの夢にお邪魔しようか。どんなゴージャスな夢を見ているんだろうか。お、くしゃみ？私なんかスタンバイしようか？収まりまし、お、飛んでった。飛んでったよ、帰ってこないよ。どうもどうも、どういうわけか実用品、風邪薬を拾いました。は。久々に会った。確かにお久しぶり。お、くしゃみが出そうで出ないだって。さっき夢の中で盛大にしてたけど。手伝うね。よし、鼻で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。私はもうくしゃみを恐れることはない。これで、ほーら、ストレート。よかったよかった。やったね。コツをつかめばもうこんなもんよ。こんなもんよ。なになに？お、実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。旅人のおかげでこの島も一層賑やかに。ねえ、確かにね、いつもワイ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 した感じで来るもんね。みんななんか楽しそうに写真撮っとるし、いつの間にやら。はい、じゃあミートソースパスタでもどうぞ。お腹すいたやろ。寝起きにはちょっとむずこいかもしれんけど。結構美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ。めっちゃ頭かきよるし。ほい、それじゃあ、ガイタンくん入るよ。お、なになに？体重計？体重測りよったん。1週間ぶりですね。お久しぶり。風邪をひいたりしてませんでしたか？大丈夫よ、めっちゃ元気よ。まあ、ちょっと一時期鼻が詰まっとった時もあったけど。お風呂に入りたいです。お、お風呂か。どうぞどうぞ。ぜひ入ってすっきりしてよ。お風呂セット。ほい。それじゃあ、一風呂浴びてきます。いってらっしゃい。みんなすごい気持ちよそうに歌うよね。でも私も小学生ぐらいの時は、めっちゃ大声でお風呂の中で歌いよったけど、最近はね、なんかもう、お風呂に入っても、シャワーぐらいで済ませてしまうけん、歌いよる暇もないよね。いや別に歌ぐらい歌えるけどさ。お礼にこれもあげます。なになに？お、実用品一応役をもらいました。ありがとう。寝ている間に、吉春に顔に落書きされました。あ、なるほど。顔に落書きされてそれが嫌だからお風呂に入りたかったのね。すっきりした？じゃあちょっとお風呂上がりに、コーラ。やっぱお風呂上がりはさっぱりしたものを飲みたいやろ。どう？美味しい？すごく美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いいね、こういう同じ趣味を持った人同士が集まるのってすごいいいよね。